まずをハイにします。あ、これどうする。これでよ。サンキュー。なるほどね。ただいまだってね、おじさんが助けてくれまして、なんとか火がつきました。めっちゃびっくりしたけど。うん、びっくりしたね。うん、めっちゃ。そしてこれもうゴシゴシしなくても綺麗になってんだね。そう今日はバクさんとバーベキューします。はい、やります。はい、やります。今日はビーフです。ビーフ。サバじゃないです。あ、サバじゃない。まずこれですね。栓抜き持ってきてない。あんの？これついてるんですよ、こうやって。ほら、すげえすげえすげえ。何これ？僕のキーホルダーね、ここにあの栓抜きがついてますので。いつでも飲めんだ。いつでも飲めますね。いつでもどこでも。いつでもどこでも。はい。いいね、その言葉が。マクさんどっち行く？鼻で入れちゃう。はい。はい。本当いいの？はい、もちろん。じゃあ、ピン。いただきます。ひぱひぱ。いっちゃいます。イエス。ソーセージぶっ込み。落ちたんですか。落ちました。全部いきますからね。はい、どうぞ。はい、がっつりいきます。はい、大人食いいきます。大人食い。そしてこれ時間かかりますので、うん、ここはですね、バーベキューの焼き場所なんですけど、見てみたら分かるけど、焼いてるのみんな親父です。お見せしましょう。ワクさん、隣のおじさん3、4、5、チーにもおじさんが4人並んでおります。みんなおっさん一人で焼いてます。はい、それで円満になるんですね、アメリカはね。こちらはですね、シーズニングをまぶしましたアメリカンスタイルです。おー、うまそう。はい、こんな感じですね。これをこういきます。これは分厚いから時間かかるよ、これ。でもゆっくり焼いた方が美味しいよね。うん。そしてですね、こちらは、コリアンバーベキュー味というやつですね。はい、汁にもつけておきました。はいはい、これです。これいきます。はい、でかいです。分厚いっさ。めっちゃでかい。まあ10言わないですね。10言わないね。はい。匂いはいいね。そして、そう、匂いがね、いいですね。玉ねぎですね。はい。はい。はい。これで一休みですね。これは。こっちもかけてあげようかな。はい、以上です。失礼します。どれぐらい待ちますか。まず5分ぐらい待ちましょうかね。5分ぐらい待ちましょうかね。ヘイシリ、タイマーを5分にセットして。今バーベキュー途中ですね。今肉を焼いてる途中でビール飲んでます。男のロマンが漂ってますね。とりあえず5分経ったので開けてみたいと思います。はい、こんにちは。はい、いきます。まずこれですね、こっちに線ついたので、うん、バッテンにします。はいはい、なるほど。まだ焼くの。まだまだですね。まだこういう感じでこのまま焼けます。はい、これは裏返しにしやす。はい、また雨降ってきやがる。よし、はい、時間かかるんだよ。結構降り出したよ。うん、結構降り出してきたよ。はい、逃げましょうか。逃げましょうか。やめて。これをめっちゃ持ってきた。そういうことはありますけどね。やだね。結構今日一かも。ああ、そう。逃げますか。逃げなくてもいいと思う。
これはちょっとあれだからここにくくります。ただいまですね、雨が降ってきまして木の下に避難しました。ここなら安全です。イタリアンソーセージからいきます。あ、うまい。うまいね。うん、いや、めっちゃうまいと思う。本当に。柔らかい。柔らかい。結構ジューシー。うん。二ついっちゃう。イタリアンソーセージ。これがシーズニング味のステーキ。うん。玉ねぎ。そして、韓国バーベキュースタイルの照り焼きにつけたやつ。